さあ始まりました e スポーツ MAX、はい、今週も熱い e スポーツの試合をお送りしたいと思います、はい、早速本日のタイトルはリーグオブレジェンドです。はい、はい、実況解説は会津さんよろしくお願いします。お願いします。はい、今回は10月にアメリカで行われたリーグオブレジェンド世界大会 WCS2016 決勝戦、サムスンギャラクシー VS SK テレコム T1 の一戦を見ていきます。世界中にリーグがあってさ、うん、ありますよね。あります、あります。 EU とか NA とかいつも言うじゃないですか、うんうん、の中で決勝韓国勢、すげえ、国内リーグと一緒よ。だからへえ、やっぱ韓国が一番強いんですか。一番強いですね。今年は中国が決勝に行くだろうとか、はい、あと NA が決勝に行くだろうなんて言われましたけど、はい、蓋開けてみれば韓国チームは3チームとも、グループステージを突破したっていう。へえ、すごいよ。すごいな。最初の注目ポイントは試合時間14分、 SKT の鮮やかな連携プレーで、まあ、特に有名な選手としてはミッドレーナーの、まあ、聞いたことが多分ある方たくさんいらっしゃると思うんですけど、フェイカーさん、もう本当有名ですよね、韓国の選手で、はい、なんか一番上手いと、一番上手いと。あ、でそのプレイヤーを支えるプレイヤーが実は SKT にはいて、はい、ジャングラーのベンギっていう選手なんですね。で、よくこの2人がラインを取ってミッドレーンの支配をしていくっていうような作り方を SKT はすごいするんです、うん、でその特徴になるシーンがちょっと出てるのでそれをご覧いただきたいと思います、はい、レッドチームサイドが SKT ですね、はい、で、ブルーチームサイドがサンプソン。お相手の方が入ってくる、一瞬何が起こったんですか今。これはですね、レッドチームサイドの、2人が今、はい、相手のジャングルに入っていくんですけど、フェイカーとベンギーが2人で入っていく、こういった動きが非常に SKT は中心になってるんですね。この組み合わせで攻めていくっていう、はい、で相手がいることをここでチェックしようっていう動きになってるんですよ、はいはいはい、でここからさらに詰めていって、あ、いるぞと、はい、もう視界が、赤いワードがここにあるので、はい、ここに2人いることが分かってるんですね、はいはい、なんでその2人にプレッシャーをかけようっていう動きになってますね、うん、はい、足が速くなるやつですね、はい、コースと。でここでも、はい、オリアノのアルティメットで当たれば2人倒せるっていう判断もしてるんですよ、うん、で手前に寄せてこの今斧を投げることによって移動速度が下がるので、はい、一気に2キル当たれば倒せるっていうところまでは、うん、まあ、うん、いいでしょう、うん、いいでしょう、で当てて倒すっていう、さらに追い打ちをかけて足を遅くする、できるって思ったからできたっていうのがすごいよね。すげえ、相手がどうするか最後のところ読めないわけじゃない。うん、それワーオって言うわ、うん、誰もが見てる側からすると2キロ起きねえだろうってふうに思ってたんで、ちょっと仰天びっくり。うーん、すごい。もう有名なわけですよね、この2人で何かやってくるぞって。もう有名です。そんだけ警戒してても防げない。はい、続いての注目ポイントはこの試合最後の集団戦。この時間になってくると、はい、終わらせる、ゲームを終了させることが難しいんですね。なんでですか。相手も強い。あ、うんうんうん、硬いから。そうです、純粋に装備が整っていて、はい、装備差が今まであったのにほとんど装備差がないんですよ、うん、なのでなかなか5対5で当たっても有利にならないんです。うん、ただ、このエルダードラゴンというバフを取っていることによって、はい、若干 SKT が有利な状態、ちょっと強く、はい、で、SKT はただ普通にやっても終わらすことができないので作戦を立てます。はい、4人と1人で構成されてる、はいはい、でこれでベースに攻めていこうっていう流れを今作戦としては取るんです、はい、でそれに対してサムスンもじゃあ4対1でいいじゃんって、うんうん、守り方的には、うんうんうん、って思うんですけど、はい、ここのトップレーダー同士の相性で絶対に勝てません、サムスンは。ん、あ、装備がどうこうとかじゃなくて相性の問題。そうです、チャンピオンの相性の問題で。なるほどなるほど。もうカウンターチャンピオンを取ってるんですよ、うん、SKT は。なのでこのトップレーダーの 1v1 を生かして勝とうっていう戦術を取るんですよ。でそれに対してこれで守っては勝てないと、うん、サムスンは、うん、どうするかっていうと、じゃあこのトップレーナーを一回押し出そうという作戦を取るんです。はいはいはい、
でそうすることによってここの陣形が乱れますよね、はいはいはい、これを見た瞬間に SKT は一気にミッドレーンに仕掛けます、うん、おとりだプレーが止められないからみんなで やっちゃおうとで人数をここにかけるんですね、はいはい、でも倒せないんですよ、はい、SKT はその間にそうですねミッドレーンにで陣形がばらけてしまった、はい、あれ今倒しましたやられたかと思ったフェイカSKT が3人倒してますね。そのスンガを2人しか生き残ってない。うわ、もう無視だ。無視してる。途中からすごい分かったな。そうなんですよ。すごく分かりづらい場面なんです。いろんなことが同時に起こってますよね。はい、これはですね、サムスンも勝つために、うん、実はアイテムを見てもらうとですね、靴を売ってるんです。あ、ほう。裸足になったの。そうなんです。裸足になってるんですね。このダメージをしかも出せるプレイヤー2人がブーツを売ってる。ブーツないとでも足遅くなる。そうです。足遅くなるけどその分他の武器とかを詰めるっていう。そうです、うん、はい、なんでリスクを得た代わりにダメージを出してる、うん、一方 SKT はというとブーツを持ってる、はい、持ってる、はい、つまりダメージは出さなくてもいいから移動速度が欲しいよっていうアイテムになってるんですね、うんうんうん、一番序盤に申し上げた通りトップレーンを止めることができないんですよ、はい、ブルーチームサイドはこの2人がタンクの役割なんです、うん、ポッピーと、まあ、リー・シンと呼ばれるチャンピオンですね、はいはい、でダメージを出すのはこの2人、はい、でダメージを出せるプレイヤーが1人捕まったんですね、このシーンで、はい、陣形が乱れてるぞということで SKT が、ここで仕掛けてるシーンですね、はいはい、これを倒せば勝ちなんですね、はいはい、でここでストップしていただいて、でここでサムスンが取ったブーツを売った代わりにダメージを出せるアイテムを選択したことによって仕掛けを一気に体力を削れる、確かに、これによって追い出すことに成功するんですよ、もう戦えない、そうです、で SKT の狙いとしてはこの3名ですね、はいはい、この3名を倒したら勝ちです、はあはあ、なのでこの3人を次にじゃあどうやって狙おうかっていうことで、はい、ここのフェイカーが狙いに行きます、お見ててください、と言っていった3人これだけダメージ入るんですね、すげー、でフラッシュを使用しました、はい、逃げた、でフラッシュインしてまで狙いに行きます、はい、これによってサムスンもトップレーンのポッピーキベイの選手が戻ってきて、で今タンクしてますよね、うん、ここの3名の攻撃を1人で受けてる、はい、でフラッシュがないのでみんなでじゃあこのフェイカーを倒したらサムスンは勝てると、逆に勝てると、じゃあフェイカーを狙おうってみんなで狙うわけです、はい、ここから、ところがどっこい、まず仕掛けたんです、ポッピーが仕掛けたんですけど、フェイカーは仕掛けられた瞬間にアルティメットを当てると、アルティメットだ、さらに通常攻撃で倒しきる、守りに使ったんじゃないんだあれ、そうなんです、こっちの横にいる、うん、またちょっと戻ってきたやつを倒すために使ったんだ、はい、でこれによって1人 SKT としてはまず1人倒したので、うん、あとこの2人を倒せば勝ちになる、はいはいはい、今このシーンで重要だったのは一番最初に言ったブーツを打ったんです、はい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 、でブーツを打ったから移動速度が遅かった、うん、避けれたはずなんです、普通ブーツを持ってれば、なるほど、でさらに1秒あと1秒後にフラッシュも上がっていた、あ使えるダッシュ、はい、はい、なのでそのどちらかを持ってればこれで倒されることはなかったって言われてるんですよ、1秒の勝負って言われてる、うわー、へー、ゾーニャなのでこれでしばらく無敵になります、はい、このプレイヤーを一定時間狙うことができないんですね、サムスンは、どうしようどうしようってちょっと悩むんです、その間に今度はこの2人をまたずっと狙いに行くんです、ね、でフェイカーは代わりに倒されたんですね、サムスンの、はいはいはい、サムスンの攻撃によって、ただあとはこの1人
ルーラーさえ倒せばいいよっていうことで 何がここで起こったか。今度は、はい、フェイカーが無理をしてクラウンを倒しました、はい、で今度はこのバン・ジンと呼ばれる、はい、チャンピオンですね、ここにいるんです、はい、このプレイヤーが無理をしてこのプレイヤーを倒しに行きます、うん、はい、フラッシュインして強引に倒しきるんです、はい、ここから、はい、ブインで、はい、で、これをここのプレイヤーを無理やり倒してるんです、はい、でこれによってまたフラッシュがないので逃げれないんですよ、はい、当然サムスン側はこのプレイヤー狙いますよね、はいはい、なので、まあ、倒されてしまうんですけど、はい、SKT としてはこれでもう狙いは完成、もういいんだ、もういいんです、うんうん、お互いのダメージ出せ両方こっちも残んなくても、はい、両方いなくなったらもうこっちが勝てるんだ、そうなんです、もうあとは倒せるプレイヤーがいないんです、あ、残ったやつら、はい、SKT が一番最初に取ったこの作戦のこのトップレーラーを、うん、これ一人この額にこっち側のプレイヤーが倒せないので、はいはい、もう守る術がないんです、そうか、そうです、だから無視してあのベースを壊せるっていう、もうダメージが足りないんですよ明らかに、確かに全然減らない、減らないですね殴り合っても、なのでブーツを持っていればあと1秒フラッシュが上がっていれば、うんうん、実はこれサムスンが勝ってる集団戦だったっていう、はあ、世界の決勝でこんなこと起こんだね、ねえ、このラウンドを制した SK テレコム T1 はその勢いで大会優勝、史上初の連覇を果たした。これ賞金とかすごいんですか。今年からちょっとそのワールドチャンピオンシップ用にスキンとかが一般に期間限定スキンとか出たんですか、はい、発表、はい、売られてて、はい、それを買った分だけ優勝チームとかにこう上乗せっていうのが起こってて、4億確か超えたっていう、4億って子供の頃ボケで言ってたそうなやつですよね、4億です、嘘みたいだな、はい、4億って実際はこの世にはもうそんなにないって聞いてるんですけど、あるもうそんなにないらしいって聞いたんですけど、あるんですね、あるんですね、すごいな、